ものづくりベンチャーズの、えー、テクニカルチームの森本と申しますよろしくお願いします私はもともとカメラ会社に勤めてましてその後まあこの会社でお世話になってるんですけれどもこれまでのものづくりの経験を生かして 今はスタートアップののや量産のお手伝いいいいをさせててただいてます、はいえー、今回は私がこの会社に入社して、えー、初めて手がけたスタートアップ企業のご紹介をしたいと思いますスマートショッピングという会社なんですがもともと e コマース事業を手がけてて ユーザーに対して自動発注システムを新しく構築したいという事業でその時に自動発注のための装置として、えー、スマートマットという装置を新たに試作されてそれを低価格化して、えー、量産したいというご要望があったのでそのお手伝いを私がさせていただきました。 一番最初に私がまだ入社する前に弊社の他のメンバーがこのスマートマットの試作機をえ我々が関わっている京都試作ネットと一緒にえ試作をするところまでは進んでましたただ量産するには非常に高価でえ原価も高くてなかなか量産する場所もないということでそこからあの担当変わってですね 量産工場を探してさらに量産に最適な構成に設計変更して量産を行うというところまでが私が担当しましたこのスマートマットは、まあ、体重計と同じような基本原理を使ってや作ってるのでマックスの、えー、重量があります。重いものを測定しようととすると この一台では測定できないのでそれを複数台横に並べることで大きくて重いものも測定できるようにまあ途中から仕様変更してそういう仕様を追加しました最初に試作したデザインというのはこの横に操作部材があったんですけれどもそういったものも今回全部なくして実際測定 領域が全ての面にになるようにデザインも変更していますそうすることで横に隙間なく並べることができるような仕様になっています、まあ、特別な表示部材はないんですけれどもここの LED の表示がこの全面ガラス板でそのガラス板のエッジが光るようにデザイン的に工夫されています。それと AC アダプター電池と AC アダプター両方で駆動できるんですけれども AC アダプターで駆動する場合まあ、えー、ここにジャックを持ってくることで周囲のどこにもジャックが見えないような形で,で,でここが段が上がっていることで横に並べた時もそのケーブルがうまくその隣の下を通っていけるような 構成をに考えてますあ一番最初に a 三番作って A3 番と A4 番作ってでその後新しく A5 番を作るというような開発企画して設計するっていうそういったこともその会社できてるんですけれどもなかなかよその会社ではそういったその量産プラス設計開発力がある会社っていうのも少なくて。 そういういいとところも今回良、えー、かった点だと思いますまず最初に、えー、この量産工場を探索した時に国内の工場を34社当たったのとあと海外の工場も2社当たりましたもう国内の工場はその海外の工場に比べて5倍以上の価格差がその時はあって。 価格的に見るともううな状況でした、はい、であと海外の工場の選定の際に重視したポイントはあの品質管理がちゃんとできてるかというところと、まあ、これまでの生産の経験値が高いところというその2点に絞って選択。 しましたあのスマートショッピングの方はやっぱりコスト優先で選ぼうとされたりしたんですけれども我々としてはその品質部分を優先で選んでほしいということで押、うんえー、した結果今現状の工場で生産して、えー、うまくいってます。印象に残ったののはスマートショッピングの まあ、あの社長の林さんが非常にこうアグレッシブで,であの自分がやりたい仕様を簡単に諦めないその仕様を実現するためにどうしたらいいかっていうのをその先方の企業とあの話し合って最後までこうその仕様を実現するっていう意気込みがよかっ,よかって今回。 いい商品作りができたあの面白い面白くはないんですけれどもあの量産会社に出張するときにその社長の林さんは短パン姿で出張されてて向こうの総経理がどこの業者の人が来てるのかなと間違ってて。<laughs> 実は あのスタートアップの社長さんでしたっていうことでまあそういったことで、まあ、そういうスタートアップはそのそういう何て言うかなその服装とかそういうのは本当に気軽な形でやるんだけれどもものづくりに対しては本当に真剣に取り組んでるっていうようなところは私が本当にこれまで経験したことのないことでした。